皆さんこんにちは、小川太郎です。統一地方選、特に市議会、議員の選挙の結果について、いろんな地殻変動が起こっている、そのことについて、私たちは、これをきちっと考えなきゃいけないんじゃないだろうか。その問題をお話します。ネット界隈では公明党がですね、議席を数は少ないんですけど失ってきている、つまり組織戦を手堅く、もう全員当選路線で来たその公明党において、いろんなそのですね、組織力の衰えが出てきてるんじゃないかと。でこれはですね、実際に我が国の一種の人の在り方ですね、公明党というのはやはり地域の小さな、こう商工業者を中心とした、ネットワークというものを中心に、組織されてきた政党ですが、やはり、これから、人口の激減、そして地方の地域社会が解体していく中で、公明党のような政党のあり方の、支持基盤というのが、足元から揺らいでくる。でその時に私が一番考えなければいけないと思うのはですね、この地方議会のこのありようってものを私たちがあまり知らないで、来ている。国政選挙に比べると非常にその自分が、投票するという投票行動においてはですね、そんな大きな差があるわけではない。ただ今のところ今回は相当投票率低いわけですけど、それでも実際に日本においてこの地方議会の構成がどうなっているのか、これをあまり知らないでいる方が多いんじゃないでしょうか。市議会議員ベースで言いますとですね、公明党が実は、自民党以上にですね最多の議席を抑えていると。で、今回891議席を公明党が獲得している。前回より10落としていますけれども、それでも891で、自民党は12議席増やしましたけど710ということで、もちろん、地方議会の、それぞれの構成の中で、公明党が圧倒的な多数というわけではないんですけれども、日本全体で見るとその公明党が実は一番、市議会議員の数が多いと。そして、国政において非常に存在感がなくなっている立憲民主党でも、72増ということで大変大きく増えて269議席と。それから維新が108議席増で154と、これはもともとがほとんど50議席以下だったものが地方議会において非常に躍進していると。でまた私も友人が党の代表等を務めている参政党は保守のちょっと旋風を起こしているわけですけれども、ここは67議席を獲得しています。でそれに対してですね、国民民主党が30議席を減らして65ですから、参政党は国民民主党を市議会議員ベースでは上回っているわけですね。で社民党は23減で30と。で一方これも私たちが見過ごせない大事なことが、共産党がですね今回55減らしたとはいえ560を持ってるわけです。つまりここで私たちがこの市議会議員というのは生活者ベースの議会活動をするわけですよね。生活者たちのさまざまな地域活動、特にその高齢者福祉であるとか、あるいはお母さん方をどう支援するかとかっていうようなところが、とりわけ、市議会議員の活動の中に、大きくウエイトを占めるわけですが、その部分でですね、実は自民党が今回710のに対して公明党共産党を合わせますとですね、約1400と、つまり立民を入れたらさらに1800ぐらいになるわけですよ。そう、自民党700に対して実は公明と共産で、倍の議席を地方議会で持っているということですね。でこれは実はやはり、固有の宗教的な勢力を背景にした政党で、私はその存在を否定するものではありませんし、
当然日本社会において1000万人近い、信徒数を持つ団体と、公然と、密接な関係があるという政党、これは、まあ、その信徒数から見て政治勢力としてももちろん日本国がある程度これ受け入れないわけいかないわけですよ。現実に人が存在するわけだから。だから私はあまり保守派の、こう議論の中でこう全面的な公明党排除的な議論がありますけれども、それを、日本社会において、そこに非常に正当性があるかといったら若干疑念を覚えざるを得ないね。だけどさ、そうは言ってもですね、この特定の宗教政党であるとみんなが注目目している公明党と、そしてもう極左イデオロギー、というか革命イデオロギーを、肯定している少なくとも共産党本部はそうなわけですね。そこでですね、国政における与党で国民政党である自民党の倍の議席を地方が持っているという状況はですね、国政全体や、学校教育地域の、地域におけるこう少しずつイデオロギー戦で侵食されてくる、そういうようなですね、こういろんなですね、まあ、夫婦別姓問題から、あるいは LGBT から、あるいはさまざまなそういう、地方の政治から日本の中央の政治を切り崩していくようなイデオロギー戦の温床にやはり地方議会がなっている。でこれを、中央の国政のレベルだけでですね、私たちが、そこに注目をしていくら変えようとしても、地域地域に根ざした部分でですね、国民の意識、特に政治とつながる、例えばそれが市議会議員のような、地方議会のですね、小さな規模のきめ細やかな地方議会と、つながる方々というのは、若い世代よりもやはり高齢者の方が、ある年配より上の方が大きい。そして、昔ながらの、組織、例えばそれが、まあ、今非常に組織率が落ちてますけど PTA のような組織であるとかですね、この高齢者たちが引退後にいろいろ作っている一種のその自助的なこう団体とかね、そういうところと地方議会の議員がこう密接につながる。それで例えばね、その公明党や共産党の地方議員の議員さんという、地方議会の議員さんというのが、例えばまあ共産党が一番分かりやすいかな、その共産主義のイデオロギーを理解してるわけでもない人が多いわけですよ。それから、マルクスを読んでますか、マルクス連任主義を今でも、すごい勉強してるんですかね、あるいは、宮本賢治さんや不破哲郎さん、そして志位和夫さんに至る、そういうですね、イデオロギー戦の猛者たちのそのイデオロギーに共鳴してるんですかって言ったら、共産党の地方の議員さんというのはむしろ生活の中における弱者を救うには、与党ではなく野党でなければいけないという、要するにそちら側から入ってるような人が多いわけですよね。共産主義イデオロギーで本当に革命を起こしてやりたいと心底思ってる人だって何割かいるでしょうけど、多くはむしろその一種の良心的な社会活動の延長にいるような人がいる。そうすると市民との絆というのが大変深まるわけですよ。でもその先には大きな国、日本の国全体を覆っていくようなイデオロギー戦というものに、の一種の、こう地域地域の温床になっていってしまうんですね。ですから今特に地方過疎化が進み、地方議会の中にもう定員割れをしているようなところが出てくる。そう、もうそのこれも非常に危険な状況で、つまり選挙に ならないわけですね。定員割れしちゃうんですから、まあ、立候補したら自動的に通っちゃうと。どんな人でも通っちゃうわけでしょ、その場合に。まあ、それがこれから加速していくとですね、地方議会というのが実はその一種の反日的な、あるいは日本破壊勢力による取り込みなどに、合っていく可能性というのが年とともに増していく。で今回のこの地方議会の選挙において、公明党共産党が議席を若干ずつ落としながらもまだ強大な組織力を持っているという状況を、これから、
5年10年かけて日本の人口が500万1000万と急激に減っていきます。その中で、地方議会をどう国民のものとして守っていくのかということが、問われる、そのきっかけになる選挙だったのではないでしょうか。